スタッド・ピエール・モーロワは、フランスのオード・フランス地域圏、ノール県、ビル・イコール・ダスクにある、多目的スタジアム。同地域に拠点を置く、サッカーチーム、ラスック・リール・メトロポールの新ホームスタジアムである。2013年6月21日、リール・メトロポール都市共同体議会は、リールの元市長で、元首相であったピエール・モーロワの死没にちなみ、この政治家の名誉を称え、 スタジアム名の解消を決議した。リール市民からは多くの反対があり、署名活動も行われるほど物議を醸したものの、結局決議の取り下げは果たされなかった。リールのサッカーファンの間では、今後も急所が使われていくという。2009年に、着工2012年7月に完成。収容人数は最大5万186人。サッカーのほかラグビー、 テニスなどのスポーツ、コンサートにも使用される。内部には、ホテル、レストランも設置され、最終的な建築費は6億1800万ユーロ。ラスクはリール市内のグリモンプレジョリを使用していたが、老朽化したため、2004から2005シーズンから、リーグでは、暫定的に、スタジアムノールリールメトロポールを使用していた。しかしながら、この仮スタジアムも手狭であり、 欧州サッカー連盟の指定するスタジアム基準に達していないため、ビルイコールダスクに新スタジアムを建設することになった。2008年、開閉式屋根と移動方式のグラウンドを備えた5万人収納の多目的スタジアムが正式に採用され、翌年に着工。当初は2012年7月に完成予定であったが、実際には8月17日に行われたリーグンの第2節にて、 コけら落としとなった。UEFA ユーロ2016の開催地の一つであり、準々決勝1試合を含む6試合が開催された。ありがとうございます。